はい、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。昨日ご案内のとおり、春季生活闘争並びに政策制度要求実現に向けた、取り組みを行いました。昼に民主党に対して、7つの項目からなる連合の重点政策についての要請行動、そして夕刻には2013春季生活闘争政策制度要求実現 3.6 中央集会を行いました。ご覧になった方いらっしゃると思いますけれども、海江田代表も来られてご挨拶をされ、その後、4年ぶりになりますか、アピール行動を行いました。そして昼過ぎから JR の新橋駅前 SL 広場で東日本大震災支援フェスティバル、具体的には東北6県の物産品の販売等々も連合東北ブロックを中心にしながらやったところでございます。また後ほど担当の方より報告をいたしますけれども、要求状況の第一次集計を、3月4日時点での第一次集計を行ったところでございます。数字で把握できる賃金改善については、前年よりも組合数、あるいは金額ともにプラスに出ているということも、後ほど詳しく報告をさせていただきたいと思います。いずれにしても、来週11日からが選考組合の第一次回答引き出しゾーンでございますので、まさに今週末から来週初めにかけて、大詰めの交渉を選考組合はやることになります。冒頭から私どもが主張しております、マクロ視点でのデフレ脱却のための所得、賃上げの重要性、そして人人材に対する投資へ企業経営の舵を切るべき、このことを最後まで訴えていきたいというふうに考えているところでございます。二つ目は、政治の動きということになるんでしょうか。民主党は2月24日党大会で綱領を決定し、3年3ヶ月の政権運営の反省、あるいは12月の総選挙の第一次の報告書を提起し、そして新たな再生へ向けた確認をいたしました。一方、補正予算は2月末に通過をし、現在予算委員会ということになっているわけでございますけれども、私どもちょうど今日中央執行委員会しておりましたので、生で見ておりませんが、海田代表も質問に立たれた等々の予算委員会となっております。ただ率直に言いまして、この予算、最終的には連休明けぐらいに、5月の連休明けぐらいにおそらくなっていくんでしょう。そういうことになれば、もう6月には都議会議員選挙、7月に参議院選挙ということですから、それ以降は本当に選挙に突入をするという、そんな状況ではないかというふうに見ております。民主党、極めて厳しい逆風の戦いを、この都議会議員選挙、参議院選挙でもやらなければならないというふうに思いますけれども、私どもは、9名の比例代表組織内候補を抱えております。この9名の必勝に向けて、我々組織をきちっと固めるというまさに原点に戻って、組合員一人一人と対話をし、そしてこの9名の当選必勝に向けて取り組んでいく、こんなことも本日参議院選挙の方針その3で確認をしたということも私の方から申し上げ、冒頭の報告に変えさせていただきたいと思います。直近ですね、輸出系の企業対象、企業もですね、地域の積み増しですとか、ベースアップの動きというのが、ちらほら出始めています。ただその時にですね、安倍政権の賃金アップ要請に応えてという、まあ、利用条件をつけてですね、
ちんと見つめ書をする企業もありまして、このことを連合としてどういうふうに評価されているのかということを伺えたと思います。加えてですね、例えば今日のファミリーマートの方が労使交渉を既に2月に妥結していて、定期昇給分でしか労使交渉を妥結しなかったのに、甘利大臣の発言を受けて、一時金を積みますと、それで動くのでと、これでも政治からの、要請を受けて、賃金が決まっていくと、どういうふうに考えていらっしゃるか、お願いできないでしょうか。安倍政権に対する親和性が強い経営側がですね、今の情勢を鑑みて、そういうことをその提起しているというのは、それはそれで別に我々が文句を言ったりですね、そうする状況じゃないというふうに思います。確実じゃないことに対して私コメントできませんが、ローソンから始まってですね、同じ業種業態の労働条件や賃金が所得が上がるという状況を見てですね、当然同業種間ではさまざまな人材獲得とか、あるいは人材の確保というのも非常に大きな経営の課題でございますので、そういうことも関連してそのような対応を会社が取っている可能性もあるんではないかと思います。まあ、関連してなんですけど、例えば先月22日の日産は麻生太郎さんですけども、こういった企業の内部留保が非常に分厚い中で、賃上げを求めるのが連合の仕事じゃないかと、そういった発言もあってですね、連合として私、旬の要求をしている中で、政治からですね、あたかも連合が要求しないかのような発言が出て、労働組合をですね、軽視するような発言かなと思うんですが、その分についてはどういうふうに。麻生大臣が私どういう意図で言ったか知りませんけれども、我々は皆さん方よくご案内の通り毎年要求を掲げて交渉をしているわけですから、そのことに対していちいち目くじら立ててですね、どうだこうだというコメントを発する気はさらさらありません。我々は我々の考え方で要求して労使で交渉しているわけですから。今日発表された集計結果を見るとですね、金額的に前年よりアップしていると。でよく見ると、大企業の方はそうではなくて、中小の方で、上がっているという形になっているんですけども、今のこの要求額を見てですね、どのように評価なさっていますか。もちろん結果もそうなんですけども、でも要求ないところに結果はついてこないんでですね、今この要求額をどう評価しますか。今の段階でプラス何百円か上がってるから言って、それをどう評価するかというのはコメントしづらいですよね。しかもそのまだまだ分析が足らないんですよ。もう少し集計結果を見らなければならないんじゃないかというのが大前提で、さはさりながらですよ、さはさりながら昨年よりも要求金額として今のその数字で表したものがアップをしているということは、それは労働組合なりに私どもが言うデフレの脱却、あるいは人への投資ということも加味した要求をしているということと、それとやはりここ数年絶対額水準ということもしきりに私たちは提起をしているわけですね。だから賃金というのは何度も言いますけど、上げ幅も重要だけども、いくらというのも非常に重要で、そういう指標に基づいて、ご指摘のように中堅中小が格差を縮めたい、あるいは縮めようという動きがそのような結果になっているというふうに推測はされると思います。中核第一選考組合について、あとは中止回答の件についてお聞きしたいんですが、9ページの場合ですね、第一選考で、一番トップの金属から化学食品なんかありますけれど、要求の中身が違うと思うんですよ。で、例えばその金属の場合、22とか、全部で138ありますけれど、多くはですね、一時金だと思うんですね。で、ところその化学食品とか製造とかですね、あるいは流通サービスのところはですね、どちらかというと賃金改善とかですね、それからベアとかですね、それが多いと思うんですよ。その場合その回答のあり方で、言ってみればその3月13日にすると、ね、言ってみればそのベアゼロ一時金重視と、競合からもかなり電話があったわけですけれど、
連合としてその賃上げを、ね、きっちり取り組んでいるんだというあたりから見れば、まあ、ごちゃ混ぜにしなくてね、発表の方もです、ね、きっちりその賃上げをです、ね、していく目があるんだというのを社会に与えるメッセージというあたりは、まあ、特に今年の場合は、まあ、政権の関係とかですね、あるいは経営側に対してもですね、連合の姿を見せるには、まあ、チャンスというのか、好機ではないかと思うんですが、そのあたりはどう考えられているのか、お聞きしたいと思います。おっしゃる通りじゃないですか。ただね、ただその定期昇給とか賃金カーブ維持でも、あの今日のどっかの新聞なんか書いてくれてますよね。例えばどこどこが7000数百円定期昇給で上がった分は、その 何パーセントにね値するというふうなことを書いて、やっと書いていただくようになったわけです。今、有給店もこれ、ね、一つでも二つでもというね、要請されたわけで、まあ、今年の場合はね、その他の動きが見えないわけで、でそういうふうにいけば、ね、今年の連合の悪性化が見れば、ね、今年の場合もそういうね、ことを検討されるとはどうかというのは。努力はしたんですけれども、したんですけれども、少なくともいわゆる JC の13日の昼まで、それより以前に出るところはあるんですけれども、去年のより丸1日先に出るとかですね、1日半先に出て、前日にそういうことが、皆さん方にこれだけの組合がこれだけの回答を引き出したというところ、そこまでは行ってないんですよ、残念ながら、詰めたんですけれども、だからやっぱり13日になるだろうということなんですよね。政治のちょっと動きなんですが、今日ですね、民主党とか維新の会、みんなの党の一部の、まあ、有志の方々が、憲法96条の改正の提供会の、まあ、準備会議を立ち上げたと、まあ、自民党も含めてですね、憲法96条の改正についての動きがちょっと始まっている、このことについて、ちょっとどういうふうに受け止められているかというのと、まあ、96条の改正については、民主党内で、海田さん、その幹事長ともですね、慎重な、意見を表明されてまして、まあ、このことが要は民主党内のちょっと火種になりかねない部分もあると思います。そのことについての何か懸念とかですね、そういうものがあるかどうか。まず憲法問題、憲法改正問題については、連合として、議論し方向性は出ておりません。したがってそのことに対していい悪い、あるいは連合としてはこういう方向なんだというようなことはコメントはできません。二つ目は、各政党が、そうやってその一つのイシューに基づいてですね、政党横断的にいろいろ議論をするというのは今までも重要課題であったことですし、そういう意味ではそういう活動はどんどんやられたらいいと思いますよ。ただその政党ということにとって3番目になりますけれども、どういう意思確認をし方向性を取るかというのは、それは政党は政党でどんな議論をするかということに今かかっているわけですから、そのことはこれからのことということになるんじゃないでしょうか。例えば連立政権の中でもやっぱり一つの党はですね、一つの党はやっぱり極めて慎重な発言をしていることもこれ事実でございまして、議論の中でどんな方向を取るかということは今から見定めていかなければならないということじゃないでしょうか。政府で検討している雇用の制度改革についてちょっとお聞きしたいんですが、昨日は産業競争力会議のテーマ別会合が開かれまして、まあ、その中で解雇の制度についてですね、まあ、政府側からはその失業ない形での労働力の移動っていうのは、これは政府としても取り組んでいかないといけないという意見がなされましたが、ただまあ会議の中の民間議員の中にはですね、まあ、解決金というような形でお金を支払ってまあ解雇しやすくなるような、まあ、そういうことを考えてらっしゃるような方もいるようで、まあ、こういう政府の中でのその解雇規制のあり方をめぐる議論について、これ会長どのようにご覧になっているんでしょうか。昨日の集会の場でも申し上げましたけれども、その数年前の解雇の金銭解決制度であるとか、ホワイトカラーエグゼンプション等々の、まあ、議論を彷彿させる論議が行われていると。で、それについては改めて、解雇の金銭解決というのはお金さえ払えば違法あるいは合法でないような
そういう解雇でもできるというそういう風潮をまさに醸成をするもの、ホワイトカラーエグゼンプションは残業代を払わずに長時間労働者を作るだけのもの、現在の労働市場の風土から言えばそうなる可能性が極めて高いので、連合としては断固反対の姿勢を貫いていく以外にないということでございます。ただ労働力を移動をするということについては、これはこれまでもやってきたんですよ。産業構造が変化をするということは事実ですから、これまでもやってきたわけで、そのことについて私は全部否定はしません。ただし一つの産業構造の変化があったからというだけで、そこで余剰になったという労働力をですね、市場に放り出していくと、あとは知らないから市場に放る、こういう労働力の移動というのはありえない話で、まさに失業なき労働力を移動するというような観点からの仕組み作りをするのであれば、我々は大いにそういう仕組み作りについては参画をしていくと。加えて言えば、その種の課題というのはこれまでもずっと長く厚労省の三者構成委員会で議論をして方向性を編み出した課題ばかりです。したがって一部の政府の機関で議論をするのでなくて、厚労省の三者構成委員会、すなわち労働政策審議会できちっと具体議論はすべきだと思っています。先ほどの質問に関連してなんですけれども、労働力の移動に関して、これは労働審議で、議論されないという話がありましたけど、具体的にこう連合としてのですね、お考えというのは今した現在の段階で、例えばその解雇の何とかとかそういうのがあれば、全部やっぱそれは労働政策審議会できちっと三者構成の中で議論をすべきだということですよね。産業構造が変わるというのは、ずっと我々経験してきたわけで、したがってその具体的に何かというと、新しい声を生み出さんと仕方ないわけです。ただそれは労働政策のみならず、産業政策や成長戦略や、あるいはもっと言えば社会保障政策も含めて統合したものとして、どういう働く人たちの、その労働力をどういうふうに使っていくかという大きな観点からやはり議論をしなければならない。だから直近で言えば、その新しい産業、雇用創出産業を作るということですよね。でそこに労働力を移動する、そういうことじゃないですか。なんか新しい産業を作るみたいな中で、連合としてお持ちのイメージ、これはもう過去の政権がずっと成長戦略で掲げてきたことです。医療福祉介護、観光、あるいは教育、それから第一次産業の第六次産業化、環境、エネルギー、これらのことをどういうふうに産業化していくかということじゃないでしょうか。もちろん今の産業が新しい事業構造を転換することによって、今の産業と似通った新たな産業というのも生まれる可能性がありますよね。その新しい仕事を、雇用をどう生み出していくかというような、その産業構造転換、もちろんそういう大きなものを構えて話をするんですけれども、労政審で新たな雇用をどう生み出していくかというようなことまで話す、いや、それは政府の場がやるんでしょう。労政審というのはあくまでも働くことのルールを作るというところですから、働くことに対するルールを作るという、それはきちっと具体的な労政審で議論しないとおかしいじゃないかと、何か新しいそういうルールを作るときは。